福岡県第3区は、日本の衆議院議員選挙において、1947年から1996年まで存在した、中選挙区制の選挙区である。現在は、福岡6区、福岡7区に分かれている。保守系2から3議席、社会党1議席、公明、民社が各1議席という状態が長く続いた、選挙区。1990年。 九百九十三年の選挙では、保守系の当選者が全員小が正だった。第四十回衆議院議員総選挙当時の区域は以下のようである。九百五十年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第四十回衆議院議員総選挙七月十八日執行、当日有権者数、六十六万千十一人、投票率。 71.75%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数64万7198人投票率78.99%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数63万7322人投票率 77.18%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数。63万2658人。投票率 75.。75.16%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数。61万8937人。投票率 73.。73.37%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、615,563人、投票率 71.、71.68%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、604,529人、投票率 72.、72.21%第33回衆議院、 議員補欠選挙12月23日執行当日、有権者数、人投票率 66.、66.10%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、586,760人、投票率 77.、77.84%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、 587。58 119人投票率 76.、76.23%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、53万7746人、投票率 77.、77.64%、第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数、 52万9801人、投票率 78.、78.07%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、51万6573人、投票率 80.、80.24%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、50万3390人、投票率、 83.69%第27回衆議院議員総選挙2月27日、執行当日有権者数、48万4341人。投票率 78.、78.45%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行当日有権者数、46万9027人。 投票率 79.、79.18%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、48万1146人。投票率 80.、80.24%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、44万2340人。 投票率78.94%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行当日有権者数44万2955人投票率71.34%ありがとうございます